生き人形は部屋に戻され、おかげさまと共に部屋から出ることを禁じられました。ローズマリーやミア、すす病になったみんなのことが心配でなりません。ベルたちはなぜあんなことを。私の話を聞いたケイト様は静かに考えていらっしゃいます。子供たちの塔で何が起きているのでしょうか。